1990年代初め、有力ワークスがしのぎを削った DTM は大人気を博したが、技術競争が過熱してコストの高騰を招き、シリーズは消滅してしまった。その反省を踏まえ、DTM は2000年に復活する。開発コストを抑制するため、車両規則は大幅に見直され、後輪駆動4リットル V 型8気筒エンジン車に一本化、タイヤやブレーキシステムも統一された上、 ABS やトラクションコントロールといった電子制御デバイスは禁止され、トランスミッションも Q ランドか X トラックの選択制である。各メーカーはルーフとフロントグリルなどでレース車両のイメージを表現したが、その中身はパイプフレームで、キャビン周囲にカーボンファイバーパネルを張り巡らした一種のセミモノコック構造、つまり市販車両とは全く別物なのである。 CLK の場合、フロントグリルとヘッドランプ、リアコンビネーションランプなどが市販の CLK と同一部品。車重は 1000kg で、 V8 エンジンはおよそ450馬力を発揮するという。メルセデス・ベンツ陣営は、ベルント・シュナイダーをはじめとする元 F1 ドライバーを集めた強力な布陣で、新生 DTM 幕開けの年からライバルを圧倒。2000年、2001年と DTM、D2、AMG メルセデス CLK が年間総合優勝を果たして、やはりシュナイダーがシリーズチャンピオンに輝いている。2002年には、10戦中5勝しながら、アウディのローレン・アイエルにチャンピオンを奪われたものの、2003年はその強さがよみがえった。全10戦のうちシュナイダーの5勝を含む9勝を挙げて、再び CLK がシリーズを制圧したのである。